沖縄の歴史の中で忘れてはいけないものの一つに移民があります。明治以降に沖縄から海外に移民した人々は、国際協力事業団、現在の国際協力機構 JICA の資料によると、明治32年から戦争の始まる昭和16年までに72,227人。これは最も多い広島県の 96,848人に次いで多く、昭和15年の人口比で比べると日本で一番多くの人々が海外に移民しています。その理由として当時の生活状況や社会状況などが考えられますが、ある仁朝生まれの人物の存在を忘れてはいけません。彼の名前は遠山久蔵といい、沖縄移民の父と呼ばれています。遠山は小学校の教員や地元の総代などの経歴を経て、上京した際、古本屋で移民論という本と出会います。これを読んだ遠山は、当時の沖縄が直面していた食糧問題や人口問題などの解決のためには海外移民事業が必要であると確信。沖縄県知事を説得し、県だけでなく県内各地から募集を行うことなどの条件で許可をもらいます。そして1899年明治32年12月5日に、沖縄発の海外移民30名を那覇港からハワイに送り出しました。その後、第2回目のハワイ移民団には自らも同行し、その後はフィリピン移民も手掛けるようになります。後に県会議員にも当選しますが、1910年9月43歳で亡くなりました。そんな遠山久蔵の功績をたたえた銅像や記念館が金町にあります。それでは訪ねてみましょう。